このチャンネルはオーガニック栽培の家庭菜園において日々の栽培の作業や様子を紹介する元 IT エンジニアの Vlog です。最後までご視聴いただければ幸いです。動画概要。1、玉ねぎの超極早生のベト病と遠立ちの動画です。超極早生は昨年末から白色疫病らしい症状が少し発生していました。今年に入って消石灰の上澄み液で消毒をしていましたが、最近の寒暖差の影響によるのか一気にベト病と遠立ちが発生してきました。超極早生はまだ収穫時期ではありませんが、他の早生や中手に拡散する前に早めに収穫を始めます。今日の構成は下記の内容になります。2週は超極早生の根、3週はベト病の様子、4週は遠立ちの様子、5週は超極早生の収穫、6週は早生の様子、7週は超極早生の遠立ちの原因と対策、8週は超極早生のベト病の原因と対策。第一章、今日の畑。今日4月5日は冬並みに寒くなり、玉ねぎは変わりがないと思っていたのですが、超極早生に大きな変化がありました。第2章、右から2畝目の超極早生。超極早生の畝を横から見ても特に大きな変化はありません。第3章、ベト病の様子。畝の中に入ってみるとベト病がかなり広まっていました。第4章、遠立ちの様子。さらによくよく観察してみるとまだ小さいですが遠立ちしてきています。遠目で見ていると遠立ちに気づきません。3月下旬に夏日になったことが影響しているのでしょうか。花芽も食べられるのですが、我が家では評判が悪いので処分します。第5章、病気と遠立ちの玉ねぎを収穫する。早生や中手に移る前にベト病にかかった玉ねぎと遠立ちした玉ねぎを収穫します。残りは後日収穫します。もう少し大きくしてから収穫したいのですが、仕方ないですね。今日は急いで60玉ほど収穫しました。第6章、早生の様子。早生にはほとんどかかっていませんが、あと3週間は頑張ってほしいです。第7章、超極早生の遠立ちの原因と対策。1、遠立ちの原因。成長しすぎた苗が低温環境に合うと遠立ちする。2、苗が早く成長する条件と現状。条件1、植え付け時の苗が太い。に対して現状は、5mm 前後で太くはない。条件2、植え付け時期が早い。に対して現状は、10月下旬で早生より2週間早かった。条件3、元肥が多すぎる。に対して現状は、例年通り、牛糞堆肥のみ散布している。条件4、肥料バランスが偏る。に対して現状は、肥料は牛糞堆肥のみで少なめで、肥料分は窒素 2%。リン 3%、カリ 3% である。条件5、気温の高い日が続く。に対して現状は、昨年との比較で1から2月は平均で1度高く、3月は平均で3度低かった。さらに3月下旬に夏日になった。草丈は 20cm 前後で、太さは 5mm 前後で植え付けには大丈夫です。植え付け時期は早生より2週間早かったことが原因の一つかもしれません。
元肥には肥料分の少ない牛糞堆肥を入れています。追肥は牛糞堆肥を1回のみにしています。3、想定される原因の可能性。植え付け時期が早生に対して1から2週間早かったため、寒くなる前に成長した可能性。1から2月の気温が昨年より平均で1度高く、下旬に夏日になったことで成長が早まった可能性。4、とう立ちの対策。超極早生は早生と同じ時期の11月中旬頃に植え付ける。元肥を控えて次回は牛糞堆肥の量を少なくしてみる。年内は苗が太くならないように注意する。冬の気温と成長具合に注意して追肥の有無や回数を決める。第8章、超極早生のベト病の原因と対策。1、これまでのベト病の発生状況。ここ数年毎年ベト病が発生している。昨年は中手で大発生してほぼ全滅している。2、これまでの対策。例年駆動石灰や有機石灰を散布してきたが、ほとんど効果は見られなかった。3、今年の対策。視聴者さんからの情報で小石灰の上澄み液を使って消毒する。糸状菌の生育可能範囲は pH2 から 8.5 に対して上澄み液の pH は13から14であるため、効果が期待できる。糸状菌は圃場内で越冬するので、本来は一度発生するとしばらくは玉ねぎを栽培しない方がいいのですが、現実は厳しいです。年明けに白色疫病らしい病気が発症しています。3月に入るとかなり広まってきました。駆動石灰は細胞を強化して病気に強くする効果があると思われます。1月後半以降は小石灰の上澄み液を散布して強アルカリ成分で消毒します。柿飼料は殺菌剤メーカーの飼料で、潜伏期間までには消毒をしないと効果が薄いようです。4、消毒時期。引用先の情報では病気が発症前の潜伏期間に防除しないと効果は少ない。5、消毒の効果について。小石灰の上澄み液で4回消毒を実施しているが、超極早生は年始時点で白色疫病らしい病気がすでに発生していたので、発生後の消毒の効果は少ないと考えられます。早生と中手はごく一部に白色疫病に感染しているところがあったが、現時点消毒の効果は効いていると思われます。第9章、コーヒーブレイク。注意して野菜を見回らないと病気を見逃してしまいます。今日は慌てて少しだけ収穫しました。次回に病気やとう立ちの様子を確認して、まだ早いのですが順次収穫していきます。それにしても4月に入って晴天が続かず雨模様です。トウモロコシの苗もひょろひょろで元気がありません。野菜はやはり強い日差しがないと大きくなりませんね。カビの糸状菌も一生懸命に生きていて、回り回って人間にも役立ってはいるのですが、野菜だけは避けてほしいです。いずれにしても地球で生きる生物の中で人間の勝手な言い分ですね。やはり晴れた日が続かないと野菜栽培はきついです。曇りでも日焼けはしますが、絶対的な太陽エネルギーが足りていません。来週は晴れますように祈るしかないですね。天候が安定しないので気分もすっきりしませんが、それでは皆様どうかご自愛くださいませ。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していただければ幸いです。それではごきげんよう。